日本代表の奈良岡功大です。目標としていた今年の大会がなくなってしまったと思いますが、自分が輝ける場所を探して頑張ってください。自分はジュニアの頃から体のケアを毎日続けてきました。皆さんも体を大切にし頑張りましょう。